色がいい、形もいい。この単色カラーの合わせが相当おしゃれ。みんな好きなやつですよ。絶対好きなやつです。いいの入ってきましたね。あ、そうだ、撮ってるじゃないですか。変な音楽つけてないでくださいよ。いつもの BGM を俺かけてるんだ、俺は。あ、スノーさんのボイスで。そっちの方が分かりやすいかなと思ってね。いやー、結構マインデニムが結構入ってきたんですよね、いろいろ。ちょっと見せてもらってもいいですか。結構マジで、うん、マジでこれはかなり ありすぎ、ケイン濃すぎじゃないこれ。俺の親父ギャグが炸裂するんだよね。そうですね、こう結構ラインナップは増えて、あのスノーさんが以前紹介していただいたですね、こちらのバイカートラカジャケット、おこれもなんとかも入っておりますね。もうね、リンク貼ってますんでね。まあちょうどね、リンク、ね、リンク貼ってるんで、皆さん、このサムネを、皆さん、ぜひ、見て、クリックしてみてください。こういうのとかもあります。はい、で、まぁ、ちょっとまだ紹介してないですけど、こういうレオパードの富士通のフーディー、こんなやばいアイテムもありますよ。これはまずいやつね。これは、かの伝説の俳優さんが愛用しているということでも、あ、もうこれで巷でちょっと有名になっているアイテムですね。誰かと言わなくても多分皆さん分かると思います。多分まあ分かるでしょ、マインデニムといえばなんで、はい、ね、でレオパードといえばもう、もう、はい、でも多分この動画多分上がる頃には多分もう店頭ないじゃん。多分ないですね。多分これはないと思うんで、まあもしその時見た方はですね、一応概要欄にうちのウェブサイト貼ってるんで、ぜひちょっと在庫の状況を確認してみてください。見てみてください、はい、そして今日僕が紹介しようと思うのが、う、見えますか、このおパンツ、このパンツをですね、僕紹介していきたいと思っております。それマジ、これはね、てか絶対好きな人多いと思うよ。これ見てください、色がいい、形もいい。まあこの生地も見てもらえれば結構わかるんじゃないですか。これはマジでいいわ。あのね、わかるかな、これね、ズバリこいつはスタプレでございますね。名作のパンツでございますね。リーバイスといえばのスタプレです。はい、はい、こちら、こっちの色とこのブラックもございます。あ、ブラックとベージュですね。ブラックとベージュあります。で、シルエットこちらですね、ストレートっぽく見えますが、セミフレアです。やっぱりな、これじゃ絶妙やもんね。若干フレアが入ってるんですよ、ね、だってこっちから見ただけでも、うん、裾が若干ちょっと裾広がりになったのか少し分かるもんね。あ、分かりますか。うん、分かる分かる。なので、まあ、通常のスタプレとは若干違うわけですよね。いいね、これは百聞は一見に近づで、やっぱりちょっと履いてみようか。はい、早速スタイリングしていきます。両色履いてみましょう。はい、今は梅のスタプレの試着待ちです。これね、これ俺のハーレーですね。エンジンはね、ハーレーの71年製のショベルヘッドね、ゴムショベルのチョッパーね。で、多分詳しい人なら分かるはず、オープンプライム、ね、で、スーサイドクラッチね、これが手がハンドシフトになってます。で、ここがクラッチ、これを踏んで、まあ、車と一緒ですね、これは、うん、ちょっとあいつが今、ああ、やっと出てきた。ああ、そうです、お待たせしました。やっと出てきた。お待たせしました。やっと入ってきたね。お、いいよ。どうすか、それ、ブラックの方ね。そうです、こちらブラックでございます。あ、でも履いたら結構、フレア感結構あるね。あ、わかりますか。あ、わかるわかる、結構わかる。その感じが、で、もうほんと丈感もちょうどいいですよね。ね、めちゃくちゃいい。少し長めに取られた、なんかワンクッション、ここで入るぐらいのレングスの長さですね。うん、いや、めちゃめちゃいいね。サイズはそれ30よね。これね、30です。30よね。30でございます。ね。で、もう僕が身長170cm、55kg で、30で結構ちょうどいいですね。マジドンピシャやね。ドンピシャっす。竹もドンピシャだね。そうなんです、竹ドンピシャで、ウエストだけ多分30普段履く人だと、もしかするとちょっと緩いかもしんないんで、うん、人によってはベルトで結構絞った方がいいかもしんないです。確かにね、でもほら、うん、ウエストがね大きかったらほら、ちょっと腰で下げてわざとダラッと履いてやっても、ね、ちょっと下ろしてよりもたつかせてラフに履いてもかっこいいですよね。ね、かっこよさそう、それ。
ちょっとごめん、ちょっとこっち側来てる。股上とかも結構深いんですよ、うん、なので本当なんか今のファッションの履き方というかハイウエストでバチッと履いていただくようなスタイリングも非常にかっこいいですね、うん、めちゃめちゃいい。これないですか、まあ、黒僕、まあ、白と、まあ、デニムはカジュアルな感じにしてるんですけど、それこそブラックでまとめたりとかしてもマインデニム僕ってかっこいいと思います、うん、かっこいいね。よし、ちょっとそちらも紹介していっていいですか。うん、このスタプレシリーズはね、これは絶対みんな見た方がいいと思う。これみんな好きなやつですよ。絶対好きなやつです。これはマジでいいな。でスタプレとか僕もやっぱあの古着とかで買ったりしてたんですけど、やっぱりですね、あのマインデーのスタプレめちゃめちゃいいです。めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいいです。めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいいです。出たね、これ出てるんですか。めちゃめちゃいいですね、スタプレやばいです。やばいです。でスタプレって大体、確かですね、SL100 で作ってるのが多いですよね、うん、当時のやつ。これ、うん、コットンと SL のハーフなんですよね、うんうん、なので生地感とかも、何でしょう、そのコットンが入ってることで張りもしっかりあって、うん、非常にこう、履き心地もいいですね。そうそう、あの当時はね、あのセンタープレス、ね、いわゆる、ノープレスと、だけもうその後にアイロンをかけんでいいような形のパンツのシリーズだったよね。そうですもんね。そう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 。なんかアイロンいらずっていう。そう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 。だけどね、シワにもなりにくいんでね、うん。このトラウザーはね、めちゃくちゃ履きやすいですよ。これはいいですね。ぜひ、まあ、大人でね、めちゃめちゃいいね。よし、じゃあちょっと色違い。ベージュの方ですね。うん、ちょっと。じゃあ梅なら梅なら紅白シリーズ。そうですね。僕ならこう履きます。よし、行こう。さあ、これは。さんですね、こちら今一番裏筋のアルミですね、リバイク。そして今回僕が新しく自分のちょっと私物にしようか、どっちを私物にしようか迷っているスーパーセブンティーするね、この辺も入ってきました。店先がアーレになってリバイクもあるっていうね、この状況。まあ洋服屋だけどファッションをねしっかり提案するってね。お、試着してるんですね。お、早速。ああ、いいよ、分かってるよ俺。もう早いですね、ちょっとフライングビーズまだ完成してないんですけど。いやいや、でもいやでもすげえいいやん、クラシックで来ました、これ。僕ならこう切る、梅ならこう切る、梅ならこう切るシリーズ。はい、梅ならこう切るシリーズ。おー、はい、今回スタプレバージョン、もういいやん、ベージュバージョン、こんな感じでございます。いいね、この単色カラーの合わせは相当おしゃれ。いいですね、もう春先したい合わせじゃないですか、皆さん、うん、したいと思います。いや、したいんじゃないですか、この感じは。全然したいと思います。これはやるね。前回ね、紹介したこのヒケジャンにスタープレの合わせ、はい、スタープレです。いや、てかね、こういうやっぱちょっとね、往年のね、いわゆるヴィンテージスタイルのアップデートバージョンみたいなやつっていうのはね、うん、やっぱこう、ファッションがいかにね、こう、昔のものからね、やっぱ再構築されて作られて、それがずっとアップデートされてね、ファッションがいかに普遍性の高いものであるかというね、証明にもなってると思うんです。いや、間違いです。で、マインデリーはそしてあれですよね、そのずっと使える長年愛用できるアイテムって多いじゃないですか、うん、もう本当普遍的だけどしっかりこうその昔のものを再構築して新しく作り上げる技術っていうのがすごいやっぱ高いからですね、うん、まあ、持っててやはりこう損がないというかですね、ずっと使えるからですね、こういうアイテムは非常にやっぱおすすめです。こちらプライスが、プライスがなんと3万800円、税込みで3万800円です。安っ、安いですよね、今回めちゃくちゃ安いわ。うん、これは 2色買いしてもいいやつよね。うん、いや本当はやっぱこう外しでベージュがあって定番のブラックっていう2パターン本当にあって、あの間違いないアイテムですね。ね、これはでもやっぱ黒よりこっちのベージュかな。うわ、まあそうですよね、ちょっとクラシックな感じでかっこいいけどね、渋くてね、なんか色もいいですよね。いや、俺めちゃくちゃ好き、この色。絶妙な色合いで、ね、まあ、色もブラックとね、うん、ベージュの2色で、サイズは30と32で、そうですね、ウエストだけ梅の感じで、あ、でも結構絞ってます、すね、あ、結構でも少しやっぱゆとりはあるね。あのだけあのサイズは結構あの幅広くいけそうよね、うん、いや、ほんと30でも実際、何でしょうね、実際32とかぐらいの人も全然いけると思いますね、いけそう、結構緩めにしてあるんで、うん、あの、いろんなスタイルの人にハマると思いますね。うん、これ結構選びやすいよね。いや、いいですね。まあ夏ね、Tシャツとさらっと合わせるだけでもいいしね、
なんかほんとカットソーでこんな感じですね。こんな感じでいいとこ、あ、いいね、これだけで、あ、ね、袖まくってですね、いいね、ナイスアレンジですナイスアレンジ、こんな感じで、うん、ナイスアレンジって言いましたね、うん、ナイスアレンジね、いいですね、多分ボスなら多分この上にベストじゃないですか。まあそうね、なんか俺のベストしか切らんでなっててさ、嫌やけどさ、まあ俺はもうベストはもう前にちゃうけん、うん、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、ブラックとベージュですね、まあ、2色あるんでかなり悩むと思います。いや本当ブラック持ってるって人は本当ベージュだと思いますし、やっぱ定番の黒を持ってない方はやっぱまずはブラックを選んでみてはいかがでしょうか。皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひこの辺のアイテムとかはですね、気になる方は DM したりコメント欄で言っていただいたりとかですよ、オンラインストアに詳細も載ってますのでそちらもご覧ください。まあ、そういうのはですね全部概要欄に載ってますので、ぜひそちらもお時間ある時に見てみてください。それでは皆さんまた次回の動画で店頭でお会いしましょう。ありがとうございました。